よし、これでいこう。ブルーグリフ更新した後に儀式を脱出する。1回達成、目くらましもしくは忘却のステータスに苦しむと。ジルでいこうかな。レオン使ったら次はジルにしましょうか。バイオハザード、で植物学の知識ついてるから救急箱持っていって、回復速度早く C の猫と逆境魂でチェイスしやすくするか。いや、ライトです。ライトのデッド、これもデッドアドレベル1だ。よーし、ジルでやっていきたいと思います。ブルーグリフね、ブルーグリフ先に。お、猫パーク反応してる。この音は、なんだったっけ、わかりそう。あー、ネメシスだ。バイオハザードだ。すげえ。バイオハザードじゃないか。ん？箱開いたな。バイオ、すごい。バイオハザード。猫パークが反応している。なぜ俺が見られてるんだろうか。大丈夫だ。すごいな。あ、そうだ。一戦目はスタンコ、フルコース惜しかったやつだ。濃いな、今日の試合。濃いね。ちょっとフェイク発電機作って、ブルーグリフはこういう外にもできんのかな？早めに見つけたいな。まさかの、レオン、ジル、ネメシス。これはまずい、これは追われるぞ。スターズ、スターズって、見つかったら確実に追われる。ナイス。どこにある？まず外から見て、破滅はなさそうだね。外回りぐるーっと行って、救助行けるかな。ナイス。あれ？一周した？出ないなあ。あ、こっち来るかな。おっ、やばい。あれ、ちょっと待って、あれ。あれ。あれ、あれ、うん、ライト食らわねえぞ。やべ、これはまずい。見つかったら終わり。あれ、ライト食らんねえぞ。あれ、やってる、もしかして。ドクロマークが消えるまで。あぶねえ。うん、おかしいなぁ。はい。スターに憧れてか。こりゃ、むやみに近づけないね。てか、完全に俺のライト、ライトじゃん。スターに憧れても完全にそうだよね。前の生放送もスターじゃなかった？ライト救助に来るのを阻止するために。やってんな。やだよ、そんなネメシス。やだよ、そんな頭脳派なネメシスは。もっとさ、こう、パワーでねじ伏せるさ、圧倒的、ね、圧倒的なパワーでどんどんねじ伏せていくネメシス、俺好きなんだけどな。こんな頭脳使ってくるネメシス。やだよ。左からゾンビ来る。いいよ、じゃあゾンビに当ててやるよ。
さあ来い。おいえ。ゾンビにもライト使えるんでね。いや、ブルーグリフが全然出てこないんですけど、それよりも。あ、もう一回。やべやべ、まただ。ちょ待て、無理。一旦離れるよ。一旦離れて。スターに憧れては怖い。ブルーグリフが出ないな。バベチリついてそうだね。一旦上行って。バベチリとスターとライトボーンと、あとまあワンパンかもしんないね。焦らず。まだいるな。追われてる。ね、ゾンビがいる。いいところにいるね。今です。半分になる前に。お、ナイス。回復しよう。一気に行こう。二人いるときは、一気に回復しちゃった方が早い。早いね。素晴らしい。あれかな、ウィルメイキッド、お、お、あった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 。あった。音、落としてる。落としてる、落としてる。ん？あ、そうそう、君のかい君のグリーン、グリフかい。グリーンかい。ブルーじゃないんかい。なんだよ。なんなんだよ、おい。俺のだって思うじゃん。よりによって、君のかい。なんで俺の出てきてくんねんだよ。なんで俺のブルーグリフだけ出ねんだよ。つけ切って。感染、直したいね。ケイト。どこだ？どこにあるんだ？ブルーでも、今のは違う。クリアファイルだったな。中央かな？あ、そこ直したいね。真ん中行こう。クロちゃんが、やられる前に見つけたいね。リーチかかってるクロちゃん。3人になった状態で探してると大変だからな。なんだよ、おい。煽ってんのか？ここぞとばかりになんか、青色のクリアファイル、お前。俺がブルーグリフやってるからっつってよ。煽ってんのか？そうだよ、俺今ブルーグリフやってんだよ。青色なんだよ、青色。青色のグリフなんだよ、探してんだよ。こんなクリアファイルいっぱいあってもな。どこにあんだよ、どこだ。ない、残り1。残り1。ついてしまうのも怖いな。ワンパン怖いし。こんなないことある？やべ、こっち来る。はっ！やべ、ストーズ！ストーズ！完全にスターズ狙いに来てる。ストーズ！やめてよ。あれは頭脳派です。メメシスはもう、いやでもそうだね、ジルだとあんな感じに振り向いてくるな。ないよ、ないんですけど。お前じゃないよ。おかしくない？上？おかしいよね。ああああああ、聞こえる、聞こえる、あ、あった、よし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 、忘却。おい、内股。内股ゾンビ。怖い。忘却状態だから怖い。あ、でもそうだ、猫ついてるから。
見てたらわかる。やっと見つけた。やっとあったよ。よし、オッケー。ゲートオープン。ゲート通電。ケイトがダウン。これは開けちゃおう。ただ、ワンパンだけが怖いね。さっきタイミングどうだったかな。まだわか、やべ。これやばい。これ近い。オッケーオッケー。ライトはついてない。今、ライトついてたら終わってたな。やべえ。これ。一旦忘却解いてからだな。そうすると心音聞こえるから。90いけるか。あ、ナイス。これ開けるね。開けられる。ワンパンなし。オーケー。うん？そこにもあんのかい？そこにもあるの？そこにも何があるの？何がある？グリーングリフ。さあ、最後ちょっとライトボーンだけ確認させてもらって。あ、やった、持ってる。タイムフリー。やっぱ持ってたな。ブルーグリフ、いったでしょ。よーし。おかしくねえか、2回連続で。いや、持ってねえ、なんで嘘でしょはぁ、何、耐えてたとかあんの？耐えるってあんの？耐えれるんだったら、みんな耐えるわ。うっつって。うっ。うっライト、うっ。まあ、ジルとネメシスはね、切っても切り離せない関係だからね。バイオハザードゲーム実況見てる人わかると思うけど、なんだこの熱い展開は。まともあれ、グリフの逃亡者クリアですね。これでレベル2クリア。オッケー、クリアです。暗闇の中